ください。すいません。すいません。ごめんなさい。大丈夫です。もうやだ。それ君のせいになるの？多分。すいません。すいません。あの大丈夫ですから。潰れてんの好きだし。え？嘘。初めて好きな人ができたみたい。ただいま。おかえり。ただいま。この頃なんだか楽しそうだね。そんなことないよ。っていうか俺はお前が傷つくのが嫌なんだけど。大丈夫だよナイト。いらっしゃいませ。619円になります。1000円お預かりします。381円のお返しです。お弁当温めますか？はい。はい。あ、いいや。よろしいですか？あ、やっぱ温めて。はい。あ、やっぱいいや。冷たいの好きだし。はい。ございました。待って、ちょっと。
これ忘れちゃって。ああごめんなさい、本当すいません。 あとこの間はどうもありがとうございました。ほらなんだっけ、あのほらそのほらあおにぎり、そうおにぎり、おにぎりおにぎり。まあ俺は変なおにぎり食ったせいで腹壊したけどね。ごめんなさい、本当すいません。うっさーん。あの、私そのお店へ戻ります。待って。はい。おかえり。ナイト、驚かないでね。なんと告白されました。その人は唐沢修さんっていう医学部目指してる二十歳の予備校生なんだ。でも不安なんだ、彼の前でまたいつもみたいになったら。きっと嫌われるよね。ただのバカ息子に決まってる。くよくよ悩む前にさ、そんな趣味の悪い男なんてやめとけって。嫉妬かな。オムライスにしよう。え？何？好きなんだオムライス。ダメ？全然ダメじゃないです。オムライスで。はい、私も、はい、オムライス。やっぱり病院やってると忙しいの、お家の人。あ、ほらいつもお弁当買ってたから。一人暮らしさせられてんだ、予備校のすぐ近くに、うん、一種の脅迫だよ、今年こそ絶対受かれよって。大変なんだね。二浪だしね。二浪だし。ごめんね、なんか勉強追い込みなのに。本当だよ。うっさーん。なんだもん、びっくりした。すいません、水おかわり。はい。私もおかわり。はい。乾杯。乾杯。乾杯。あの唐沢さんって、あ、週でいいよ、週で。、うん、じゃあ
シュは、うん、え、誕生日いつなの？誕生日は2月。2月？そうなんだ。何月？あ、私7月。おう。何？見て。おい、撮り直してよ。やだ。やばいって。待ち受けにしよう。ねえねえ。ん？あ、やだ、今絶対変な顔した。いや、そんなことないよ。やだ。やめてよ、恥ずかしいから。なんか懐かしいなって思って。私のお父さんもね、写真が趣味だったの。天国なんだ、私の両親。10年前に二人とも死んじゃったの。そうなんだ。寂しいな。平気。おばあちゃんがいてくれるし、それにナイトもいるし。ナイト？私の文通相手、ナイトっていう。同い年の男の子っていうことしか知らないんだけど、9歳の時、寂しくて寂しくて、天国のお父さんとお母さんに届かないかなって風船に手紙つけて出したの。そしたらナイトから返事が来たの。頑張れ、負けるな、寂しくなったらいつでも手紙出せよって。それからもう10年間、何かあるといつもナイトに相談してた。力になってもらってたんだ。どんな人？分かんない、会ったことないし。会おうとはしなかった。何度か会いたいって書いたんだけどね、ナイトが嫌がるの。手紙だけでいいんだって。うん。ねえねえ、俺のことも手紙に書いた？うん、書いた。やめとけとか言われたし。うん、言われた。本当に？おい、どっちだよ。ねえ、どっち？え、どうかな。なんだよ。おい、ちょ、待てよ。ただ、あれ？
あれ？あれ？ない。ない。お預かりします。ありがとうございました。記憶が？うん、時々なくなるの。ちゃんと病院で調べたんだけどね、原因はわからないって言われて。言ったら嫌われちゃうかなと思って言えなかったの。ごめんね。うん。この前私どんなんだった？急に帰るって。そんなこと言ったんだ、ごめんね。いや、俺だって嫌われたかなと思ったし、だから電話しにくくてさ。そっか。本当に覚えてないの？うん。今度さ、俺んちの病院で検査しようよ。検査？うん。でも大丈夫、うちの親父脳の専門だからさ。大丈夫だから。大丈夫だから行こう。少し中入りますね。検査受けて、
しもし、港です。あの、昨日しばらく会うのやめにしたいんだ。受験も近いし。勝手なこと言ってごめん。ううん、全然勝手なんかじゃないよ。そうだよね、受験近いもんね。うん、分かった。ごめん。ううん、頑張ってね。ないと会えないって分かってても、どん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 周囲の気持ちが大きくなっていってる。ないとすごく切ない。今元気だった？うん。受かったよ、大学。本当？うん。よかった。ずっと気になってたんだ。知らせてほしかったな。ごめん。ちゃんと言うよ。本当は彼女いるんだ。だからもう会えない。え？ごめん。どうして？だったらなんで私のこと。湊のことが好きだったのは本当なんだ。本当にごめん。
だよね。私なんか変な病気だし、いろいろ迷惑かけちゃったもんね。ごめんね。お待たせいたしました。ごめん。大丈夫、食べよう。はい、いただきます。大丈夫だから。ごめん。好きな人がいなくなっちゃうなんて慣れてると思ってた。お父さんとお母さんを失ってからずっと。でも寂しさになれることなんてできないんだね。神様はどうして人の心をこんなに弱く作ったんだろう。ないと会いたい、会いたい、会いたい。今度の日曜日、夕日が丘のポストのところで待ってます。来てくれるまで待ってます。ねえ、この鍵なんだか知ってる？見たことないね。さあ、ご飯にしよう。うん。Thank you.
港に出会った時、僕はまだ知らなかった。彼女自身の中にもう一人の港がいることを、僕ら二人を邪魔する奴がいることを。すごいことになったよな、流し。いつも何食べてんだ？コンビニで弁当とか。一人暮らしでもさせればな。少しは気持ち入れ替えて勉強すると思ったんだがな。今年もダメかな。いつまでこんなクズみたいなもん取ってんだ。港に出会ったのはコンビニが最初じゃなかった。冷たいの好きだし。はい。ありがとうございました。
私私お店戻ります。待って。はい。リンゴ。あ、ごめんなさい。あ、ねえ、リンゴそこに置いてみて。え？橋の欄干の上にリンゴ置いてみて。はい。ここですか？うん。覗いてごらん。え？はい。あれ？あ、そうなんですか？あ、なんだ。あ、そうだったんだ。通って17回目に。なんかすいません、勝手に。僕の作戦は成功した。あれ、全部撮ったんですか？やっと湊に告白できたんだ。そうなんだ。ナイト？私の文通相手、ナイトっていうの。同い年の男の子っていうことしか知らないんだけど、9歳の時ね、寂しくて寂しくて天国のお父さんとお母さんに届かないかなって風船に手紙つけて出したの。そしたらナイトから返事が返ってきたの。頑張れ、負けるな、寂しくなったらいつでも手紙かけよって。あれからもう10年間、何かあるといつもナイトに相談してた。力になってもらってたんだ。どんな人？わかんない、会ったことないし。会おうとはしなかったの？うん、何度か会いたいって書いたんだけどね、ナイトが嫌がるの。手紙だけでいいんだって。うん。ねえねえ、俺のことも手紙に書いた？うん、書いた。やめとけとか言われたでしょ？うん、言われた。え、本当に？おい、どっちだよ。ねえ、どっち？どっちかな。なんだよ。おい、ちょ待てよ。ちょっと待って。やっぱ早すぎたよな。つうか何やってんだよ俺。あできね。
憶が？この前私どんなんだった？急に帰るって。そんなこと言ったんだ、ごめんね。いや俺だって嫌われたかなって思ったし、だから電話しにくくてさ。そっか。本当に覚えてないの？うん。ねえ、今度さうちの病院で検査しようよ。検査？うん。でも、うん、大丈夫、うちの親父脳の専門だから。大丈夫だから。うん。どうだった？湊斗。柊。ちょっと来なさい。柊。誰なんだあの子は。態度悪いし、言葉遣いなんてまるで男だ。お前あんなのと付き合ってんじゃないだろうな。何言ってんだよ。そんな子じゃないよ。じゃあ裏表激しいんだな。とにかく不愉快だ、人を小馬鹿にして。聞いてんのか柊。ああ。おい。あ、すいません。俺はこいつが大嫌いだった。ナイトへ。私初めて好きな人ができたみたみなと。
やめろよあんなやつ。ちょっと待って。会わないでくれよ。特に脳に損傷はないし、収縮も見られません。今から別の検査をさせてくれるかな。いいかな。左から並べたものを順番に言ってみてごらん。リンゴ、みかん、バナナ。さあ、ふざけてないでちゃんと答えてくれるかな。おっさん鼻毛出てるぜ。どうだった？おい、みなと。シュウ、ちょっと来なさい。シュウ、
ません。湊斗、湊斗、ワンじゃねえ。誰だ。ないと。よくわかったな。湊はただの記憶喪失じゃねえ。俺がひょっこりお邪魔すんだよ、湊の中に。だから湊は覚えてない。俺だよ。お別れしたいの、シュ。今までありがとね。しばらく会うのやめにしたいんだ。うん、分かった。ごめん。ないと、会えないって分かってても、どん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 周囲の気持ちが大きくなっていってる。ないと、すごく切ない。今気がな、知ってんじゃねえよ。ちゃんと言うよ。本当は彼女いるんだ。だからもう会えない。大丈夫、食べよう。はい、いただきます。ごめん。
たいって。俺だって会いてえよ。好きなやつに会えねえなんて慣れてると思ってた。でも寂しさになれることなんてできないんだな。神様は人の心をこんなに弱く作ったんだろう。みんなと俺はみんなとのためだったら何だってできる。みんなとのためだったらこの世に怖いことなんて何一つねえんだ。でも港が本当に望むことを叶えてやれねえなんて、俺は生まれてきた意味なんてあんのかな。俺は世界中の誰よりも誰よりも一般的には幼児期に何か過酷な状況に耐えきれないとその子供の人格を慰め守ってくれる人格が現れる。これが二重人格を作り出す一般的な説だ。
もう一つの人格を消す方法はないの？どんな人格だって必要だから存在している。だから他の人格を消すにはその人格の了解と納得が必要だというのが現在の考え方だ。いずれにしろ早く治療した方がいい。父さん、実はお願いがある。どうして急にこんなことに興味を持った？あの彼女のことだろ。お前が彼女のことを好きでも普通の恋愛はまず無理だ。それ相応の覚悟が必要になる。お前にその覚悟があるのか？大学にも合格した。新しい生活も始まる。それでいいじゃないか。忘れなさい。湊は強い子でね。二親が死んで、それを病院で知った時に一度だけ大泣きをしたことがあるけど、その後は一度も泣き顔を見せたことがないの。年寄りの前では無理をしていたのかしらね。お二人ともご病気で亡くなったんですか？交通事故。三人で遊園地に行った帰りにね。湊。おい湊。湊。おい湊、待てよ。俺ナイトに会ってよ。ナイトから全部聞いた。湊の両親のことで、両親がなんで死んだかってことも。湊の両親は事故で亡くなった。遊園地に行った帰り道、湊は自分自身を責めた。私が遊園地に行きたいって言わなければ事故は起きなかったって。違う。そうだろ。違う。おい、そうなんだろ。違う。おい、お前のせいなんだよ。お前が悪いんだよ。お前が遊園地に行きたいって言わなければ死ななかったんだ。
これ聞いてんのかよ、お前が悪いんだよ、お前。おめえのせいなんだよ。協力してくれれば港を治療できるかもしれない。元の藤木港に戻せるかもしれないんだ。俺に消えろってことか。俺がいなかったら誰が港を守んねん。港はもう子供じゃねえ。ライトはいらない。港は港の幸せを一番壊してんのはお前じゃないのか。お前は港を誰にも取られたくないんだ。俺に嫉妬してただけだ。俺だけじゃない。この先ミナトがどんな男に出会ってもお前はミナトの邪魔をする。だからミナトは一生幸せになる。俺はミナトを守ってんだよ。正直になれよ。ミナトは好きなんだろ。だから邪魔すんだろ。そんな思い絶対に叶わねえ。絶対に。初めて好きな人ができたみたい。ナイト、恋をするだけでナイト、こんなに空が綺麗に見えるんだね。驚かないでね。なんちゃって。なんと告白されました。その人はナイト、唐沢柊さんっていう、また記憶がなくなったのの予備校生なんだ。どうしよう、嫌われたかな。電話番号も消えちゃってるし、会えないって分かっててもどんどん周囲の気持ちが大きくなっていってる。ナイト、好きな人がいなくて、すごく切ない。慣れてると思ってた。お父さんとお母さんを失ってからずっと。ごめんな。
みなとを。俺邪魔だよな。ありがとう、ナイト。私ならもう大丈夫だよ。捨てたよ。ずっと。
決めたのか。男の体が欲しかったな。お前に教えておくことがある。絶対忘れんなよ。湊の好きな食べ物はオムライス、好きな音楽はリストのため息、好きな花はシクラメン。好きな場所は夕日が丘から見える街の風景。それから男だろ、シュ。俺忘れないから。お前のことも絶対に忘れないから。行こうぜ。お前に頼みがあるんだけど。でもね、一つだけ気になることがあるの。夢を見たんだ、治療の時。誰かがそばにいてくれて、私それがすごく心強かった。すごく大切な誰かなんだけど、思い出せないの。行ってみようか。どこに？湊の一番好きな場所。ん？夕日が丘。うん。っていうか、俺湊の好きなもん何でも知ってるぜ。好きな花はシクラメンでしょ。で、好きな音楽はリストのため息で、好きな食い物はオムライス。私それ言ったっけ？言ってないよ。じゃあなんで知ってるの？内緒。なんで？大事な親友との約束だから。ねえ、なんで？誰に聞いたの？ねえ。はい。私？これいつ撮ったの？え？
いつだったかな、ちょっと覚えてないけど。私じゃないみたい。この星空